はいどうも、ふなさんです。まずはね、こちらの動画からどうぞ。日本の借金問題ない問題ないの主張には懐疑的です。予想される問題対策その他の意見をお願いします。なんだろうね、頭が悪いというより自分のことがちょっと頭いいと思い込んでる頭の悪い人が、日本はいくら借金しても大丈夫だっていう説を唱えるんですよ。そう、なんか日本はその国債をいくら発行してもいいんだみたいな。で、本当にそうだったら税金取らなくていいじゃん。だってその要は国債いくら発行しても大丈夫な国だったらさ、税金取らないで国債で回せばいいじゃん。で、人類って、生まれてこの方10万年ぐらい人類生きてて、でその村とか都市とか国とかいろんな組織があるんだけど、税金取らないで成立した組織体って人類の歴史に一度もないのね。必ずリーダーがいる組織体って税金のようなものを取るのよ。だからその人類の歴史上ありえないものでできるって言うんだったら、もう税金取らない国家やってみろよって話なんだけど、っていうのをね、なぜかね、分からないんだよね。で、なんで分かんないかっていうと、多分ね、自分が頭が悪いっていうことが分からないから、間違ってることも分からないんじゃないかなと僕は思うんですよ。で、例えば自分が頭が悪いってどこかで思ってたら、多分冷静になって考える余地ってどこかで生まれるんですよ。で、開津大学の高橋さんっていう人が、その国債出しまくっても大丈夫な派の人だったんだけど、その人が条件として出していて、国債、要はその国が借金しまくっても大丈夫だ、ただし国が成長してる時に限るって書いてるんだよ。で、それは正しいの。要は国が成長してる限り、成長してる国だから国債を買う人っていうのはいるのよ。で、日本の何が問題かっていうと、日本って成長してないのよだから日本って成長しなくて、むしろ落ちてる国で、世界中からあの国落ちてるよねって思われてるから、そうすると国債ばらまいても成立しないよねっていうのは、その高橋さん自ら証明して言っちゃってるんだけど、でも高橋さんはね、なぜか国債いっぱい発行して大丈夫主張なのよ。日本経済成長しないんだけどどうすんのっていうなんかね、自己矛盾を起こしてるのを見てて、僕はちょっと面白いと思ってます。はい、ただどうだろうね、国民としては日本はいくら借金してもいい派の人が政治家になっていただいて、与党に入っていただいた方がいいと思うんですよ。そしたらさ、多分バカだからさ、いくらでも借金していいんだから税金なしにしようぜっていう意見が通っちゃうじゃん。したらさ、税金ゼロになるじゃん。で、僕そうするとすげえお得なので、早めに皆さん政治家になっていただいて、税金ゼロっていうのを実現していただいて、でその後、野となれ山となれなんですけど、ちょっと面白いからやってほしいです。はい、はい、ということで、今ご覧いただいたのは、もうね、かの有名なね、2チャンネルを、創設したひろゆきさんですね。これを撮ったのは、いつやったかな、10日ぐらい前の、生ライブやったと思うんですけどね、今も動画には、上がっているんで、興味のある方はね、見ていただいていいと思うんですけれども、私が何を言いたいのかっていうのはもう皆さん分かっていただいてると思います。はい、いや、しかしね、イコール頭の悪い人ですよ。ひろゆき参加者、頭の悪い、頭がいいと思っている頭の悪い論者ですよ。で、ひろゆきさんね、賢い風味のバカってこき下ろしてる自分が言っていることがどれだけね、ちょっと滑稽な状態になっているのかっていうことが、分かっていらっしゃらないようなので、そういうね、人をね、ディスり倒している特大ブーメランが返ってきちゃうよっていう話なんですけれども、
まあね、ひろゆきさんが言ってるようにですね、でもひろゆきさんに言ってるね、ふうに思ってる方多いと思うんですよね。はい。なのでまあひろゆきさんがあの動画の中で言っていた、その国債をバン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  すり続けていけるのならば、日本なんか無税国家でいけるやないかいと、税金なんか取らんでいいやないかいと、そんなことがもし可能ならやってみなさいよっていう話やったんですけど、まあ、実際ですね、理論上ですよ、理論上はですね、デフレの時は無税でも構いません。はい。要するに税金の役割って何なのかっていうと、いろんな物事を行っていく財源ではないです。国民から徴収して、そのお金をもとにいろんなことに使っていくというものではないです。税金というのはね、税金というのは物価を調節する安定装置機のようなものです。サラリーマンの人が月々、まあ、30万円のお給料、この中で生活しましょうねっていう、こういうシステムだとおっしゃってるわけですよね。はい。要するに、みんなから徴収した税金を元に使っていきましょうね。で、この範囲内で使っていきましょう。だから、ひろゆきさんの言うように、国債発行して金作って、で、その金で運用していくんやったら、なんぼでもすり倒したらいいやん。税金なんか取らんでも、国債発行して金生んで、そっから、ないとこからボンって金生んで、で、金使ってったらいいやんって。でもこの国債誰が返すねんみたいなね、話を言ってると思うんですけれども、順立てて言うと、まずこの国債発行しました。で、国債発行したことによってお金が誕生しました。で、そのお金、誕生したお金をもとに国民生活にこう当てていきます。で、安定した国民生活を送れるようなシステムを作っていきます。ね。で、この国債、ボンと、お金を作ったこの元の国債は誰が返すねんと、そもそもですね、これ返さなくてもいいです。はい。それはなぜなのかというと、これは外国とか、よそから借りてきたお金ではなくてですね、結局自分たちで総裁する、いわば日銀というね、銀行はですね、一応ですね、ジャスダックに上場している、まあ、上場企業なんですけれども、まあ、これいわばこれ民法で、縛っている、法人ではありません。特別な、日銀法と言われる法律の下で縛っている、民間銀行なんですけれども、これの、55% の、株主というのは政府なんで、だから実質の、政府の子会社ということで、これ統合政府として考えることができます。要するに親会社と子会社ですから、これ統合しますよね。で、一つの会社、一つのグループになりますよね。これと一緒です。なので政府の子会社なので、統合政府として考えることができてですね、この債務と債権を親会社と子会社が持っているということは、これこの間で行われていることですから、社外とやっているわけではないので、まあうちうちの話ですよという話です。で、実質ですね、まあ言ってしまえばね、うちでの小槌みたいな状態になってるんですよ。で、そんなバカなっていう話になってしまうんですけれども、ね、要するになんか魔法使いみたいな状態になってるわけですよね。ジャンってやったらお金がジャンって出てくるみたいな、ね、昔ありましたね、サイバババーってやったら金が出てくるみたいなね、嘘つけってなるじゃないですか。それができちゃうっていうのが、よ、国家権力なんですよね。まあ、通貨発行権って言われるやつなんですけれども、まあだからこそ国債を発行してお金を生みました、この国債を発行してお金を生んだこと自体に問題があるわけではありません。問題はこっからです。お金を、国債を発行してお金を生みました、このお金が流通します、この流通したお金が世の中に余りすぎた場合ですね、お金だらけになってしまった場合、
ね、物よりもお金の方が、まあ、量が多くなってしまった場合ですよね。となった場合は物足りなくなりますよね、世の中の。だってみんな買えちゃいますから、ね、例えば今ね、まあ、軽自動車を乗ってる人もいれば、普通のミニバンを乗ってる人もいればベンツを乗ってる人もいます、ね、でもこれってやっぱりその所得の、ね、階級によっても違ったりとかするじゃないですか、ね、それがもうめちゃくちゃお金持ってたらベンツ買えないっていう人もいなくなりますよね。ということはもうベンツも足りないっていう状態になりますから、世の中のものが足りなくなるんですよ。この需要と供給、商品の量とお金の量のバランスがおかしくなるんですね。もうこれ奪い合いになりますよね。でそれを防ぐためにこっちの世の中のお金の量を調節する、要は強制的にお金の量を減らすという作業をできるのもまたこれ国家権力なんですよ。だからお金を作る国家権力とお金を徴収する国家権力2つあるんです。でこの2つのエンジンを上手に使い分けていくことによって世の中がきれいに回っていくということなんです。はい、なので適切な時に適切な方法でお金を入れるのかお金を徴収するのかってことをやらないといけないですね。だからひろゆきさんが言ってるみたいに、まあ、国債を吸ってじゃんじゃん吸ってそれで回るのなら税金なんていらんねえじゃねえかっていうのはそもそも間違いで、金吸って金引く機能がなかったとしたらこれ金すぐ溢れてしまいますよね。ということは世の中の商品の量とお金の量のバランスが一瞬でおかしくなります。一瞬でおかしくなるんで、なので税金で調節はしていかないといけません。はい、なので国債を吸ってお金を生む、これも正しいですし、税金で世の中のお金を奪っていく、これも正しいんですよ。まあ、この話をした上でですね、ひろゆきさんなんて言うのかなっていうのは気になります、ものすごく。んですけれども、まあ、ひろゆきさんがね、まあ、言わなくてもいいことを言ってしまってるっていうのが、自分のことを賢いと思っている、でも頭の悪いことを言っているんだということに気づいていない頭の悪い人、おバカな人っていう、あの発言いらなかったっすよね、あの動画の中で。はい、完全に全部自分に刺さってますよっていう話なんで、ちょっとカッコ悪いっすよね。まあまあ、まあひろゆきさんももちろんね、全てパーフェクトな人じゃないんでね、それは間違ったこともあるでしょうけど、あの一言二言ちょっと多いです。はい、で、ちなみにですね、嘉越大学の高橋陽一さんは、もちろんね、国債発行しないといけないと言っています。で国債発行するときは、国が成長しているときに限るなんてことは一言も言ってませんね。はい、むしろですね、国債を発行してですね、まあ金融緩和をして、なおかつ財政出動をしないといけないと。だからアベノミクスのね、2013から14は非常に良かったと、しかし2014年から緊縮財政にしてしまって、それで失墜してしまった、ここがあかんかったと。でも国債を発行し続けるっていうことに関してと、国債を、買いオペしていくということに関しては、推奨派ですから、だからまあ高橋陽一さんのね、まあ、名誉回復させるではないですけど、ひろゆきさんのその情報も、まあ、完全にいい加減な情報を掴んでいますし、いい加減な情報をルフしていますし、で、もっと言ったら高橋陽一さんは自己矛盾をしてる、ちょっとこうバカにしたような言い方をしてましたけど、完全にですね、全部ひろゆきさん帰ってきてますよというお話で、ひろゆきさんね、ものすごく頭のいい方なんで、そんな方のね、話にですね、まさか自分がね、こう、喝を入れれるとは思ってなかったですけど、まあ、ひろゆきさん、反省しなさい、ということで、今日はね、ひろゆきさんみたいな間違いをもしあなたもしていたとしたら、正しい情報をしっかりと取ってくださいね。かっこ悪くなりますよ。はい、恥かきますよ。ということで、今日はこの辺で。
終わりたいと思います。面白かったと思っていただければチャンネル登録の方よろしくお願いします。バイバイ。